モコドームの襲撃は、ルルートル神父戦争時の1753年2月21日に、起こった襲撃で、二人のイギリス人と六人のミクマク、族が犠牲となった。モコドームは、現在のノバスコシア州、カントリーハーバーで、スティーブン・パターソンによれば、この襲撃は、カントリーハーバーとトール湾の間で起こったとされており、ルース・ホワイトヘッドによれば、襲撃が起こったのは、東米の西にある、 マーティンゴの小さな港またはモコドーム港となっている。b e ミッシマードックはモコドームは現在のカントリーハーバーであると定義している。この襲撃に関しては英仏それぞれに証言が異なり、イギリス側はこの事件に関わったイギリス人を非難しており、一方、ミクマク族はイギリス人全般を非難している。にもかかわらずこの戦闘は1752年の イギリス人と族長のジャンバティスト・コープの署名による平和条約の存続の希望をも断ち切ってしまった。エドワード・コーンウォリス1710年のポート・ロワイヤルの戦いでイギリスが勝利したが、ノバスコシアを自国領としたものの、ノバスコシアの人口は主にカトリック信者のアカディア人とミクマク族によって占められていた。1749年。 エドワード・コーン・ウォリスがハリファクスに到着した時、アベナキ同盟はニューイングランド、メインとアカディアの境界地帯に住むイギリス人入植者を殺害することで長きにわたりこの地を守ってきていた。アベナキ族によるイギリス人との確執は主に下記の通りである。ノバスコシアにプロテスタントの入植地が建設されるのを妨げるため、ミクマク族は1715年、現在のシェルボーン。 1720年にンぞ、それぞれのイギリス人入植地に襲撃をかけた。時代が下って、1749年6月21日、エドワード・コーン・ウォリスがハリファクスに13隻の輸送船を率いて到着したのがきっかけで、ルルートル神父戦争が始まった。ハリファックスの建設にあたって、イギリス側は、ラル神父戦争後の1726年に、 ミクマク族と交わした条約を一方的に破棄した。イギリスは他の入植地の建設をも急ぎ、これらプロテスタントの新しい入植地をミクマク族、アカディア人、フランス人から守るために、1749年にハリファクスに取り出が作られ、同じ年にベドフォードとサックビル、1750年にはダートマス、1753年にルーネンバーグ、 そして1754年には、ローレンスタウンにも砦が作られた。しかし、ミクマク族とアカディア人は、例えば、1749年のダートマスの襲撃、そして1751年の再起襲のように、これらの入植地に襲撃を加え続けた。決め手にかけた1749年のダートマス奇襲への対応策として、総督のエドワード・コーンウォリスは、 すべてのミクマク族の頭皮に賞金をかけた。フランス軍もイギリス兵の頭皮に対しミクマク族に報酬を払ったが、イギリス軍はフランスがミクマク族に払うのと同じ金額をアメリカンレンジャーズに支払った。英仏領軍はレンジャーズやミクマク族のようには、辺境地帯の戦いに慣れておらず、コーンウォリスをはじめイギリス人士官のジョン・ウィンスロー、そしてジェフリー・アマーストは、 この両者の戦術にかなりの威不の念を感じていた。ダートマス紀州から1年半後、ミクマク族とイギリス人入植地の両者に安定しない戦況と計画の練り直しとがのしかかってきた。1751年の夏までにコーンボリスは安倍泣き同盟に今までよりも怪獣的な政策に乗り出し、1752年2月16日和平条約への土台作りを見込んで、 1749年の安倍亡き同盟の逃避への報酬を無効にした。1年以上もの間、コーン・ボリスは和平交渉を望むミクマク族の指導者を探したが、結局諦め、総督を辞して、ノバスコシアを去った。なお、総督辞職の原因は、アカディア人撃退のための経費がかさんだためと言われている。ミクマク族のカヌー新総督ペレグリン・トーマス・ホプソンが、 就任して、ミクマク族の族長ジャンバティスト・コープは初めて、意欲的に交渉に乗り出した。ホップソンは、インディアンやアカディア人と話し合いの場を持ち、また、ドイツ系住民のために入植地ルーネンバーグを作った。1752年11月22日、コープは、シュベナカディで、ミクマク族の和平の交渉を終結した。もっとも歴史家のウィリアム・ウィッケンによれば、この説には意義がある。 コープがミクマク族すべての代表として条約を作ったという主張がある一方でこの協定を裏付ける書類が残っていないのである。この条約の土台となったのはラル神父戦争後に署名された条約だった。コープはノバスコシアの他のミクマク族の族長にこの条約を承認させようとしたが失敗に終わった。ホップソンはコープが 本当にミクマク族での主導権を持っているのかどうか疑問視するようになっていった。襲撃に巻き込まれた二人のイギリス人コナーとグレースによれば1753年2月21日に9人のミクマク族が現在のアンティゴニッシュをカヌーで立って肝臓を出発したイギリス軍のスクーナーダンクを攻撃した。ダンクは現在のカントリーハーバーで コナーとグレースを含む4人の乗組員を乗せていた。ミクマク族はダンクに火を放ってから騎士へとやった。他のミクマク族がこれに加わり、ダンクに乗り込んで入江に向かうように強いた。コナーとグレースは、ミクマク族が2人の乗組員の頭皮を剥いで殺すのを目撃した。またミクマク族は他の2人を7週間にわたり補修した。この7週間が終わった4月8日に、 コナーとグレースは、ミクマク族の女と子供を一人ずつ、そして男を四人殺して、その後何とか逃げ出した。ミクマク側の証言によれば、イギリスのスクーナーは最初、ゼドアに行って、ミクマク族の物資四十タルを盗んだ。そこで、ミクマク族は四人のイギリス人を捕らえたが、今度は彼らが、逃避の報酬欲しさに、ミクマク族を殺した。イギリスのスクーナーが偶然難破しており、 乗組員が溺れていた。二人が美容師し、コナーとグレースは、ミクマク族が世話をしたにもかかわらず、六人のミクマク族を、逃避の報酬欲しさで殺したとなっている。これへの対抗策として、ミクマク族は、ハリファックスへ向かい、漁業の時期に安全に物資を貯蔵するためにどうすべきか、苦情を述べたと伝えられている。コープの和平条約の記念碑しかしルイブールの、 フランス人士官は、このミクマク族の証言を信用しなかった。もし仮にコナーとグレースが逃避欲しさにミクマク族を殺したとしても、コーン・ボリスが逃避への報酬を無効にしているため、誰が二人に逃避の代償を払うのかはっきりしなかったからである。このイギリス人のミクマク族殺害への報復として、1753年4月21日の夜、 コープとミクマク族とはゼドアへ向かい、イギリスのスクーナーを襲った。船には9人のイギリス人と通訳のアカディア人が一人乗っており、ミクマク族はイギリス人を殺して、アンソニー・カスティールというそのアカディア人をポール・トゥールーズで降ろし、略奪の後そこに船を沈めた。コープの和平条約は、最終的に多くのミクマク族の指導者から拒絶された、署名から半年の後、 コープはその条約書類を燃やした。東海岸の平和が崩壊して、条約の必要性が失われたにもかかわらず、イギリスがこの条約を正式に破棄したのは1756年だった。一時、出典二時出典。ありがとうございます。